それでは飛鳥時代の中国について見ていきましょうという形になります。で、中国のこの飛鳥時代の時の動きは隋から唐へという形になります。はい。じゃあなんで隋が出来上がって唐になるのかっていう話になるわけなんですね。隋の最大の弱点っていうのは何かっていうと、戦争しすぎたんですね。戦争しすぎて、もあっちもこっちも戦争しまくる、戦争しまくるみたいな状態になってしまいましたよ。という形でですね、みんな疲弊してしまいまして、もう俺疲れたよ、みたいな、状態になってしまったので、この隋が滅びます。で、唐っていうのになります。唐。ね。はい。という形になるんですけど、この唐っていうのはもうすごい国なんです。もう今は考えられないと思うんですけど、唐の都、長安っていうところがあるんですね。長安は、今から1300年前ですよ。1300年前にどれぐらいの人口を誇っていたかっていうと、100万人の人口がいたと言われます。100万人の人口ですね。はい。ということになります。だから江戸川区全域を含めても全部よりもまだ多いっていうぐらいの人数がいたという形になるわけですね。そしてもう一つがこちら、律令を整えたということになります。前回やりましたよね。前回にやりましたが、大宝律令っていうんで、日本では大宝律令がありますよというふうな形になりますよね。で、この大宝律令に対して、どっからパクってきたかっていう話になるんですけど、唐の律令をパクってます。いいですか？つまり、都が長安になって、律令もやってるということに。で、どのくらいの勢力を誇ったかっていうと、もうイスラム帝国と同じぐらいの領土を誇っていたっていうぐらいでかい組織なんですね。はい。ということで、皆さん覚えておきましょう。いいですか？飛鳥時代で覚えておかなきゃいけないのは、隋と唐ですね。隋から唐になります。唐の都は長安と言います。長安。そして、律令、ね、律令を、要するに、唐の律令をパクってきて、日本の大宝律令にしましたよ。という形になります。よろしいでしょうか？さあ、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。